じゃあ、あっちゃんです。外は雪です。はい、雪積もってます。はい、いうことでね、まあ、そんな関係ないけど、朝ごはんさっと作って食べましょう。寒い、キッチンめっちゃ寒いんで、はい、部屋帰ります。はい、パンに、今日はね、アップルベーコン。アップルベーコン、1mm ぐらいの1mm。衣もね、アップルベーコンの、ベーコン、この前のベーコンとチーズで焼いてって言うから、これ焼いてあげた。これとまあサラダとね、食べていったん、今日は。で、サラダが好きになってくれてよかったよ、もう。それからちゃんとね、朝、いつもね、朝からサラダ出すんでね、一口二口食べても、今日はなんかサラダ美味しい最近とかで食べて、まあそうなんでね、焼きます。はい、焼けました。ね、ちょっと厚切りのベーコンで、チーズトーストにしてみました。うん、これも美味しかったよって言ってたんで食べてみます。いただきます。お、うん、超熟の耳は美味しい。ベーコンまで足しないけど、うん、お湯が沸くまでにお湯の準備をしておきましょう。お湯沸かすの忘れとって。今日はブラッといきます。子供送り出してね、寒い今日はね。だからちょっと、体ストーブで温めてねんけど、外が真っ白、雪です。はい、もう寒くて何もする気せえへん。すごい寒い。ほんま今日病院やったんよ、大阪の。でも今日はどっちにしても雪わからんかったから、もうオフ会とかどうしようか思って、もう連絡せえへんかって、さーっと連絡行ってしまおうかなと。はい、ちょっとお取りさん行きますよ。だから、ね、ちょっと雪も微妙そうやったしね、天気予報でもね、今週から寒波が来るって言ったから、ちょっと、うん、連絡して、あれかなとか、もう、お深いしてへんかった。うん、ね。だけど、うん、もう雪積もってるし、雪積もるどころか、凍結してんね、道が。積もった雪っていうか、雪がちょっと降って、それがもうガリガリに固まってるから、ちょっと当分とかになるぞ。あっちゃん一度思うんだけど、ガレージの前の通りはもう人通らへん通りやから、ここも車も通らへんし、融雪剤巻いてくれへんから。車が出せへんと思う。今まだ、まだこの時間やけど、あと1時間ほどして出へんかったら、間に合わへん。間に合わへんの、病院だけやったら昼ぐらいに出てもらえないけど、でも昼に出たらご飯が中途半端になるしね。うん、その時間に出られへんやし、帰ってこれんくなると思うね。今日夜マイナス5度やとったから、ほら、うん、うん、そんなことになったら確実も駅から家まで、うん、何キロある、7キロぐらいかな、駅から家までね。その道のり自体がもう川沿いやし、風吹きさらしの道やから、確実凍結するやろな。うん、スタッドレスね、あんねんけど、まだ履いてないねんけど、そのスタッドレスもね、あんまり山が立ってないし、もう前のオーナーが履いてたやつで、半分ぐらい減ってんねん。うん、なんね、何年も前のスタッドレス聞かへんし、スタッドレスなんてええとこ2年。うん、特にアイスバーンに関してはもう2年。うん、で雪ちょっとしたここらぐらいの雪やったらええとこ、それでも3、4年。うん、東北なんかやったらね、東北っていうかミキちゃんのお父ちゃんも言ってたけど、向こうは皿履いて翌年変えて 2シーズン使ったら
あとはまあ夏使うとかするって、うん、もう3シーズンは効かへんか買えるって言ったから、うん、確かにね、うん、タイヤさんも離れてたん北国の人は皿が効くから毎シーズン皿下ろすと言うて、うん、毎シーズンか2シーズンだろうと、うん、ここらの人はねもうスタッドレス買ったら一生もんみたいに履くからもう使えへんでしょって、うん、もうそれ効けへんでしょっていうタイヤでも履いてんねん。それでも事故せへん、うまいんちゃうねん。ここまで滑るほどの雪じゃないね。年に1回2回しかないから、だいたいスタッドレス履かしても雪降ったから乗らへんね。まあ年に1回2回しか使うから、下手したら1回も使わへん年もあったりするからね。おかげさんで、スタッドレス履かれたらね、燃費落ちる、あとブレーキが効き悪くなる、ハンドリング性能落ちる。雪降ってない道ではいいこと何もないんだよね。雨の日ブレーキ効かへん、雨の日滑るんだよね。逆にスタッドレスタイヤはだから、できるだけ履かへんようにしてね。雪の日は乗らない。それに限るわ。だから今日ももう病院、まあ、無理したら行けることはないと思うね。でも無理してね事故してもあかんし、うん、だからね、うん、今病院辞めました。また今度行く時にもね、暖かくなったらね、またみんなと一緒にワイワイやりたいなと思って。アップルベーコンいいよ、すごい美味しい、遅かったね。今日病院、うん、行くから今日の分あげとかな思ってね、昨日頑張って、うん、どっか作ってて、結局なんやかんや人ってね、寝たん2時ぐらいって、ね、いつもと一緒の時間だと思って、うん、マイナスになったらね、お風呂のパイプが凍んねん、お湯のパイプ、水のパイプが凍るから工事して室内通すようにしてるけど、お湯のパイプがね外通ってんねん。それ結構工事大変やから、まあそのままいいやろ思ってずっと凍ってなかったんやけど、何年前や、2年前か3年前に寒波来た時にお湯のパイプ凍ったんよ。その時1週間ぐらいお風呂入られへんかって、温泉と行かれへんしさ、大変やったよ。ね、冬はね、寒いから毎日お風呂入んねん。頭洗うのは2日に1回とかやねんけど、うん、体温めるのに毎晩入んねん。寒い時に限ってこぼって入られへんな、寂しいっていうか、寒くて寝られへんねん。こうらへんよ、匂いながら。美味しかった、うん、あのね、アップルベーコンはね、油がこう溶け出したらね、すっごい美味しいね。あのお肉の旨味と燻製のあのスモーク感がね、すごいあってね、普通のベーコンとかよりな、なんていうんだろう、優しい燻製感っていうのかな、なんか肉汁が多い気がする、うん、
美味しいね、うん、お家でスモークが作れる、オーブン、あ、欲しいな。うん、ということでね、まあ、まだいつかね、あれを手に入れようと思って頑張ってみたいと思います。はい。ということで、ゲップというか、うん、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、アップルベーコンのチーズトーストでした。美味しかったです。はい。ということでね、この後また動画撮ったり、ちょっといろいろしたいと思います。今日何しようかな。まだ決まってないけどね、この後ちょっと考えてやりたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、コストコのアップルベーコン、美味しそうやなと思ったら、高評価を。あっちゃんの朝ごはん、毎日何が出てくるか楽しみやなって思ってくれる人は、チャンネル登録して、毎日見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。